皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、6月の25日、朝の10時、建設業界の方たちへ、例えば向こう側のですね、合流河川の、船坂峠のところに、神戸市北区にある石井ダム。これは、インターネットで石井ダムとして検索していただいたら、出てくると思います。ああいったようなものを、作っていただいてですね、そこのところの形状、何センチかっていうところまで、ちょっと考えましたので、そちらちょっと、見ないので、しますね。こちらが、断面図なんですけども、この、排水溝のところですね。20センチ ×20 センチのところって、高さは20センチなんですけども、横幅は8センチでいいです。回転扉なので、回転扉の両サイドまでの長さが20センチで、真ん中にシャフトが入りますので、柱になるようなものですね。ですので、8センチでいいです。で、1メートル ×1 メートルのところは、高さは1メートルなんですけども、横幅は48センチ。で、3メートルのところは、高さは3メートルで、横幅は、144センチ。ここだと、シャフトが、12センチぐらいを考えています。厳密に言うと、回転扉が回った時に壁に設置するわけにはいかないんで、シャフトの部分が、余ってる6の部分が、6センチ、こちらも6センチで、12センチのシャフトかと思われるかもしれませんけども、そこは11センチだとか 11.5 センチというような形になると思います。でですね、5メートルの方だったら、5メートル ×5 メートルのところだったら、排水溝の横幅は、240センチと。こういうふうな形になります。で、形なんですけどね、これでちょっと見てもらったら、もうよくわからないと思うんですけども、ここからここまでが排水溝のところで、この両サイドや上の部分は何を表しているかって言ったら、こう縦に見ると、排水溝がこうあるとして、その両サイドを、こういうふうに、加工しておいてほしいと。こういうことなんですね。真ん中の方にこう水が集まってきやすいように。ごめんなさい、これちょっと、文字が。こういうふうな形ですんで、上の方も、断面図で見ると、こういうふうな形。ここが排水溝ですね。水が流れていく手先ですね。水が流れていく。ちょっと待ってください。ピントが、開きました、開きました。上からと両サイドから、水が、水圧がかかりやすいように、加工しておいていただくと。こういうふうな形状になりますね。これで、わかりやすいかと思います。で、ダムの、内部には回転扉は設置しません。その出先のところの地下水流ストレートトンネル回転扉式発電のところに、設置していくのであって、それは90番皇室へのメッセージのところからアクセスできる、特許関係だとか、ホームページ淡井圭介の行きの1番のところからも、特許関係のところアクセスできると思うんですけども、最初の方は他の人たちが作ってるものなんですけども、その次のところから、僕が記載してる内容だとか、そういったものが表記されてますので、今、簡易裁判所に提出しているものに関しても、図面のところとかも、ある程度記載したものを提出しています。で、こういうふうな形でダムの工事、
していただけたらなと思います。そのミニシーダムっていうことを、この間、河川の撮影しに行った時の住吉川、これは神戸市の、まあ、灘区か東灘区の方にある、河川なんですけども、まあ、そっちの方も、そこそこ、水の量がありまして、まあ、上流の方に、ミニシーダムを、いくつか、作っていただきたいと。で、まあ、芦屋、まあ、住吉川の方の、その上流の方に、その、すごく大きな、石垣のような、石ころを、たくさん積み上げてるところがありまして、横幅2メートルぐらい、高さも、2メートル近くあるような、あの、大きな石が、まあ、もしかしたら100ぐらいあるかもしれないですね。まあそういったものを、利用して、作っていただけたらなと思います。あと河川の底に転がってるものとかを利用して。で、あとは芦屋川ですね。芦屋川もそこそこ大きなダム。もしかしたら高さ、まあまあ高さ、30メートルでもかなり高いと思うんですけども、もしかしたら50メートルぐらいの高さを、まあ、作ってもらって、かなり奥の方まで、貯水できるようなものを作っていただくかもしれません。で、まあそれはちょっと現場一応撮影してはいるんですけども、まあ高さ50メートルぐらいありそうかなと思うんですけども、実際、こう、山登ってみたときに、かなり登っては見ても、砂防ダムの、その、表記されてる高さなんですけども、109メートルか108メートルだとか、それぐらいの高さでしたので、その、しっかりと寸法を測らなかったら、人間の感覚だけでは30メートルなのか50メートルなのかっていうところはちょっとよくわからない部分があります。だからまあそこは現場でどのあたりに設置するかのところのその両サイドの高さのところを私の方で提案しますので、まあそれ基準に対応していただけたらなと思います。まあ内部には絶対回転扉は、作らない。その水路の出先のところから、回転扉ということ。ちょっとノックされてますんで、ちょっと待ってください。